来た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 来ました。お、やつだ。行け。行け。お。もうそうじゃん。っていう茶番は終わりにしましょう。はい、茶番は終わりにしましょう。でもこっからは知らないんだけど、本当に知らないよ。そうだね。なんで牛丼があるかって話。まあ、なんで言うとね、この4つ。これじゃないですか。吉屋。お。吉野家。吉野家。松野家。松屋。吉野家。松屋。月屋。全部。この4つの牛丼でね。聞き牛丼が。普通にやったらつまんないですよ。ということで今回罰ゲームになります。もし君がね、この地球牛丼ってね、1回でも間違えたら、ね、1回でも待って1週間うわぁ、ほんに言うと思った。今牛丼作ります。お、牛丼説明あるんだけど、それはあのまだ1週間やるかまだ決まったわけじゃないけど、決まったら行きたいんだけど、なんかそれを食っていこう。それでは、行きます。はい、ということで開封したんですけどね、いっと1回食ってみて。まずこちらから行きたいと思います。あー、はい、口を大きく言うね。あー、あー、あー、セブン。おー、あーって言うね。セブンはね、次こちら行きたいと思う。セブン味がわかるね。わかんねー。混同されてますか。じゃあ次これ松屋だ。うん、聞きまよしな。おー、てかそれしかないもん。というわけで、じゃあ本編行ってみましょう。え、大丈夫、これ企画大丈夫大丈夫大丈夫、大丈夫。というのは、1個目はあなたはセブンと言いました。うん、セブンです。わかった。2個目、あなたは松屋と言いました。うん、吉野家です。うん、え、松よし何、あ、好きやじゃん。3番目、あなたは好きやと言いました。松屋です。マジで嘘、好きやです。あ、びっくりした。で、最後が松屋です。いや、わかんねえ、吉野家と松屋が松屋。これでここから本番なんですよ。いや、はい、もう今は簡単でしょ。簡単です。じゃあ行くか。あ、セブンに決める。じゃあまずこちらから行きたいと思います。もうここから外したら今即1週間。そうだ、一発目からだな。よし、しっかり味わってね。味わって、これは何か分かんねえ。じゃあ1回だけさ、 OK。 米の感じだと、肉の感じだと、好きやとセブンではないのは確かに。おー、松屋か吉野家なんで、うん、で、今食った感じ美味しかったから吉野家です。おー、あ、あ、一回スキップしよう。じゃあこれいつでもいいよ、回答 OK。 他の3つはあの食った時に言うけど、これだけいつでもいい。 OK、 了解でした。じゃあこっちへ行きたいと思います。はい。あなちゃんにあげてる気分。うん、セブン。おー、正解。やっぱセブンはやっぱ一番わかりやすい。わかりやすい、肉とご飯がわかりやすい。まあ、こっからでしょう。こっからですね。で、ね、こちら行きたいと思います。肉太郎の口に入っていく。いい、いい。肉の感情では好きではない。よく考えてください。あ、俺さ、さっき1番目なんつったっけ。1番目は好きやとセブンはね、いきます。松屋。今の松屋。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。アナウンサーって。あったー。えっ、吉野家です。で、一番最初が好き屋でございます。マジマジで牛丼1週間確定。風を切って走ってゆく希望の街へと沈む。あー、残念ですね。ね、もうリーダーとして悔しいですか。いや、正直、まあ、ほんと悔しいんで1週間で修行します。で、もう、で、最後聞き切るのはよく。あ、そうだね。あ、成果は。あ、そうだね。もう一回やって本当にダメだったらもう1年間。いや、マジで。あ、それは病気になりそうだ。あ、びっくりした。なんだその髪型は。トイネコ宅急便です。あれです、あれです。週刊牛丼開幕です。いや
ちょっと松江連れてって。最終日でございます。一週間お世話になりました。一週間お世話になりましたね。これからもお世話になります。